宿力の由来がですね、ひどいんですよ。うちのじいさんが、まあ遊び人だったんですけども、宿ってのが家って意味。六ってのが六でなしの六。合わせて家に六でなし。名実ともに継ぎたいんで。名実ともに宿力になりたい。私にとってのおにぎりは、無法物。おにぎりにルールはないです。美味しいと思います。何でもあり、難しいことは考えず、別に三角じゃなくてもいいです、丸でも何でもいいんです。だっておにぎりだ。自分のばあさんが握ってたものを見よう見まねで握ってる。だからそんなにあんま特別なものじゃないんですよね。だって運動会も何でしょうね、どっか行くにしろ全部宿力のおにぎりですからね。ぶっちゃけ子供の時嫌でしたよ。自分のおにぎりがそのまま出てきますからね。でもまあそれが普通だったんでね。まあ子供の時から食ってましたね。しかもいくらばっか。味が濃くて匂いも強いもの。食った時にご飯が口の中でうわひどかったなっていうのが僕の中でうまい米ですね。濃い味、濃い匂い、うまいですよね。ぬかも美味しいんですよね。まあ、好みなんですけどね。まあ、基本的には僕はあまり米は食いません。炊き方は強火で一気に仕上げるのが多分うまいはずです。ささっと手早くやるのがうまいかな。握り方は、だけ何でもいいんですけどね。ただ好みやっぱしあると思うんで、ね、結構固めに握ってくれるとこもありますし、基本的には米と米の隙間の空気感ですよね。そこがやっぱうまさのポイントかと思います。型はもう昔からですね、多分創業当時から使ってると思うんですけども、基本はそうですね、サイズ、型のサイズに関しては昔から同じですね。ただやっぱ使って洗っていくとどん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 削れていくんで、あの型の最後の方のお客さんはですね、ちょっと大盛りになってお得感があるかと。基本的には1年に1回新米の季節に選んで、それを数年通して使う感じですね。銘柄はコシヒカリのみ、単一原料米を使ってますね。塩に関しては気分次第ですかね。夏だったら結構しょっぱいの良かったりするじゃないですか。そういう意味でしたら夏は辛みのあるもの、冬はまろやかなもの。で、海苔は、これはもうずっと一緒で、いわゆる江戸前、東京湾産の海苔を使ってます。ね、1枚80円の海苔があるんです。すんげえ美味しいですけど、まあ、おにぎりに合わない。具と、ご飯と、海苔のバランス、全部同じラインに立たないと、おにぎりは美味しくないですね。